マグネスちーちゃんです。エアラギチャンネル、イエーイ。フットワーク、髪の毛伸びてきた。うん、歌もさ、ずっと髪の毛伸びてるのに綺麗やん。そうなのよ。でさすがに ここがカヤーンって言って、もうすごいもう書いてるんだけどね。だからずっと切ろうかなって歌子に説得してんだけどね。なんだろうね、あのこだわりは。なんやろ、なんかついてるしたいって言ってるよ。この間してもらったら、ちょっとなんかイケメン俳優の人なんかいい感じのくぐり方してて。でもさすがに暑くなって切るかもしれない、ね、ああ、夏になったらね、最近もずっとこうやってもそう暴れるからわーって落ちてきて切ったらエロになと思って。私はハリーポッターで切れないもんでもずっと伸ばしてますけど、9月にはもう全部切るかな。9月終わったらね。そうそう、これぐらいはいるってこと。ほんまにいる、いる。ウィッグ被るときにここ結んで、ここ結んで、後ろ結んで、それをこうネットみたいな被るときのこう引っかかりすんのよ。へー、そうそう、そうか、結べないといけないんだ。そう、大変ですよ髪の毛乾かすの大変やな、女の子って。大変でしょ、ほんまに。そうだよ、思ったわ。私だから伸ばさないの、もう今はね。うん、めんどくさくて。仕事めっちゃする人ってだから坊主にしはんのよね。松本さんとかさ、うんうんうん、なんか服もさ、同じ服着かしかけえへんとか、うん、俺も割とそっちかも。もういらんかも、時間が。ほんと、あの温泉とか、うん、もう乾かすのすっごい大変。うん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 、びちょびちょで帰れないからさ。そうよね、乾かすじゃん。女子みんなの分乾かすの結構大変。いや大変よね、マジで。短い方がいいよね、うん、いやもう歌がさ、最近もう大暴れなんですけど、いやなんか4歳になったやん、うん、だからちょっとこう自分の知識を伝えたがるのよね、うん、めっちゃ。でこの前さ、なんかキックボード乗ってて、うんうん、むっちゃ好きやん、いつも。でキックボードの後ろを踏んだらスピード落ちるっていうのを発見したのか、うん、それをな、うん、俺に言いたいのよ、うん、でその俺は もちろん知ってるし、話し始めから分かってんねん、言いたいことも、うん。それをさ、歌が、歌った、これた、走るでちょ、これた、すごいた、速くなってた、すごい、これね、歌が走ってる時た、速くてた、すごくさ、怖い時があるでちょ、そのた、速い時さ、って全然次のページ行けへんねん。はいはい、そういうことねって言ったらあかんから、一応聞いてんのよ、最後まで。これた、ゆっくりになるんだよ、知ってたって言われたから、うん、言うたら、歌つけーって言われて。嘘つきじゃんだけど長いこと喋って嘘つきにされて、よく喋るよね、すごいよ、よく喋るって言われるわ。なんか逆にさ、言ってたよ、保育園でトワ君がちょっとおとなしいって言って。トワ君ね、そう、まあ歌君も言ってたから、うん、先生そのイメージでおとなしいって言ってるのか分かんないけど、うん、でもなんかやっぱニコニコしていろいろ面白いこともやりだしたから、うん、先生が面白いってすごい言ってくれる。あ、ほんま、うん、最近さパパがよう例えるツッコミみたいな、うん、なんとかみたいに言うなみたいな、うん、っていうのを、うん、おとちゃんが覚えて言い出して、うん、それを歌が真似しだして、そう、たまになんかね、関西弁でなんか言ったりするの、うん、まあ、ツッコミをね、そう覚えてくんだよね、やっぱり。そうで環境やと思うわ。でもなんかちーちゃんがずっと一日中働いててさ、なんか子供らもなんか手伝うようになりだしたよ、うん、で俺は思ってんのね、これがいいことなんだと思って子供たちはやりだしたりとか、うん、なんかミュとかたまにやっぱりご飯作ったよとか、うん、うん、なんか一品ね、うん、そう、なん朝さ、ちょっとちーちゃんが体調悪くて寝てても、うん、朝子供らのご飯さ、ちーちゃん、あのミュが作って、うん、学校行ってたりするやん、うんうん、だあんなんてあんまりやらんと思うね、うん、いや本当にごめんねって思いながら、うん、でもなんか、え、全然いいよいいよみたいな感じでね、うんうんうん、なんかあれってすごいなって俺的には思ってて、さあ、エハラケカフェなんですけども、グッズができてきた。できたね。いやー、いっぱい考えたね、ちいちゃんとね。そう、うん、一応ですね、マグカップと T シャツとエプロンとエコバッグ、うんうん、で、ステッカーは来た人全員にもあげようと思って、うん、そうそうそう、作ったんですけども、いや、いい感じじゃないですか、可愛らしいと思う。実物またどうなのかちょっと私そうね、まだ発注してまだこっちは来てないんですけど、ね、そう、なんか楽しみやなと思って。楽しみ、いよいよ。ふーちゃんの友達がすごい声かけてくれる。なん、どういうこと。なんか歩いてったら、うん、エハラケカフェ行きたいんだけど、どうやってチケット買うのとか。すごいね、そう、お話
話しかけてくれて。そうなんや。いいね、そこら辺の子供も多分ね、お子さん連れて来られる方結構多いと思うから、うん、一緒にあっちで遊べるようにしたらね、なんかいろんな人と会えるのがちょっと楽しみやなと思いながら、どんな人が見てんやろとか、そのやはらけチャンネルをね。そうだね、うん、確かに。グッズそんなね、発注そんなにしてないんだよ、うん、そうそうちょっとね、怖くてね、売れるのか。いや、本当に自分が自分で起こしたイベントでチケットはね、400枚ぐらいのチケットかなの、何公演 ?5 公演、うん、2000枚ぐらい売って、グッズも結構ちゃんと作ったんですけども、全然グッズ売れなくてですね、その後も一生懸命手売りでいっぱい売ったっていう。あれ、作りすぎたの？作りすぎたわけではないよ、うん、エコバッグと、エコバッグとスマホケース、スマホケース、これ売れへんかった、うん、で、缶バッジは全然すぐ売れたね、うん、そっかそっか、うん、T シャツも最初イラストね、ポスターのイラストをここにドーンってどっかにやろうかなと思うけど、これ普通に着るのはずいなってなってね、うん、ちょっとね、自分も着たいなと思ったらこのイラストをどう隠すかってなってね。そう、なのでちょっとボックスロゴにして、ちょっと普通に見たらあれ、なんかどっかのブランドみたいな感じになるようにね、やりましたんで、はい、よかったら皆さんお買い求めください。トークライブって言ってたでしょ、うん、俺自分でやる、まああのやはらけは3日間あるんですけども、うん、1日目と2日目の夜7時半から9時かな、そうトークライブやるんですけど、そのチケット発売が29日になりましたかね、やはらけカフェのチケット発売は28日朝なんですけども、うん、トークライブは29日、いやもうこれ別にそんな売れへんと思うけど、誕生日だ。あ、ほんまや、うん、俺の誕生日5月29日に発売になる、うん、そして1日目のゲストがミラクルひかるちゃん。お、2日間違うの？違う。そうそう、いや自分が会いたい、喋りたい、歌いたい、一緒に人を誘おうと思って、うん、2日目まだちょっと確定してないんですけども、1日目はね、ひかるちゃんに来てもらいましてですね、めっちゃいいと思って、カフェのさ、めっちゃ、もうこんな距離に。そうそうだよね。でさ、別に舞台があるわけじゃないもんね。うん、そうそう、ちょっと怖がりになってるけど、うん、舞台じゃないよ、うん、本当に。まあ、なんか友達の集まりで歌って、うん、でお酒飲みながら聴けるようにしようと思って言ったり、うん、でしようと思ってたけど、そう、そんな感じでこじんまりでギタリストにギター弾いてもらって、うん、そこで歌うってなんか、うん、いいじゃん、いい弾き語りっぽい感じで、うん、なんかいいね、自分でこう企画してこれやったら楽しそうやなっていうの形になるって、うん、ずいぶんやってなかったからね、うん、そう、文化祭っぽい感じ、うん、ね、まあ、皆さん楽しみにしていただければいいなと思っています。私と彼は同じ部署で働いています。彼は30歳で私は27歳、結婚前提にお付き合いをしています。彼はとても思いやりがあって趣味も合うし毎日一緒にいて楽しいですが、仕事に対することで気になることがあります。一緒の部署なので彼の仕事ぶりが分かるのですが、あまり仕事ができる感じではありません。やる気がないわけではないのですが、上司によく置かれており、その内容を聞いても理不尽な内容ではありません。おそらく私が言うのも彼に対して失礼だと思いますが、少し仕事のやり方に対して不器用なのかなと思います。彼の人柄に惹かれており一緒にいたいなと思っているので何回か話はしています。このまま付き合って結婚してもいいのでしょうか。なるほど、ちょっとそうね、気になるかもな、同じ部署だとね、うん、でもさ、見えなかったら知らなかったでよかったかな。そう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 やね、そういうところで嫌なとこ見るの嫌やな、うん、一緒におってまあダメなんだみたいなのが見えてしまうのって同じ部署の辛さやな。これ付き合ってその人の仕事ぶりなんて分かんないじゃん。そうやね、他の人と付き合って、うん、日常生活がちゃんとできればいいんじゃない、うん、いや俺もそう思う。あの旅行とか行って、うん、ちゃんとなんかプラン考えれたりとか、うん、何旅行行くのって結構大事だと思う。なんかどういうこと？旅行ってなんかいろいろ計画をしたり、うん、知らない場所でどう行動するかとか、うん、ほんとできない人できなくて、ああどうするみたいな、普段と違う場面が見えるんだよね。うん、まあでも2人で何か起こすことっていうことをやると、うん、えっ、こここうやったんやとか、逆にここめちゃくちゃスムーズにできるこの人みたいなこともあるよ。どうすんのよ、それ今の状態でさ、うん、仕事できへんなと思ってるのに旅行行くってなってさ、うん、旅行の計画もむちゃくちゃ嫌なんで日常まで嫌になってきたらどうすんのよ。チケットも取れないとそうもーってなる。いや、あかんやん。だからこの女性がついていくっていう感じになっちゃうんやったら頼りないの怖いやんか、うん、ちょっとなんだけど、私がここは埋めるよっていうテンションやったらいいんじゃない、ね、人柄がいいんやったら、そうそうそう、
俺仕事なんかね、そんなに多分俺これってさ、言ったら仕事ぶりを全部知ってるわけやん。世のさ、夫婦って意外とびっくりしたのが、旦那の仕事何やってるか分かりませんって人めっちゃおんねん。会社は知ってるけど、うん、内容がってこととか、会社も分かってないみたいな、自分で会社やってます、何の会社やってんの、なんか分からへんけど、とか、そうそうそう、ね、給料も知らないとか、とかいうことを考えると俺全然この仕事ぶりが見えてるっていうのは、まあね、まだね、国家秘密で仕事言えない人もいるから、うん、そっちかもしれない、ね、どんなやつと友達やん。スパイじゃないけど、あの本当にさ、うん、言っちゃダメなしやつもあるから、うんね、いやそれはね、だからアンミカさんは昔スパイと付き合ってたから、その時は彼氏何してんの、いろ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 やってるって、本当にいや、まあその人によってはな、まあでもなんか意外とその夫婦のコミュニケーション的なことやけど、うん、割と知らんとこ多いよね、うちさらけすぎなんかな、ね、全部、全部言うから、ね、全部言う、うん、そこ全部知ってたいか、もうね、見たくないかのあれなんかな、うん、そうね、なん全部がさ、完璧な人がいいかってことよ、うん、ね、だから不安になっちゃうんだろうね、彼氏も30歳やし、結婚するにはちょうどいい年だと思う、うん、俺ちいちゃん30、俺27で結婚してるから、ちいちゃんはもう人柄とかで全てなんて、うん、そもそもだって俺お金も稼いでないし、うん、若手芸人で借金だらけやったから、そんな時にイエス回してずっと世話してたって考えたら、普通一般から考えたら大丈夫、うちに千鶴って、ね、そうそうそう、結婚までするのってなってたもんな、周りが大丈夫言われてたな、そう、大丈夫って言われて鼻出たわ、お前いいのじゃ別にさ、もうそこそこその時テレビとか出てるけど、でも人柄やと思うで、この人がだから、そう、もう本当に人柄、うん、仕事ぶりが微妙ってなってもそこはもう予想向けて、大事なのは日常やから、結婚してからはさ、この時めちゃくちゃいいとか、旅行行った時のこの時めっちゃかっこいい、マリンスポーツやってる時すごいかっこいいとかいうのって、うん、ほんま年間 1,2 回で、うん、ほとんどは日常や、うん、日常のマイナスがもう極限まで少ない人が一番やと思う、老後の方が長いなと思って、うんうんうん、ね、そうやで、ほんと子育て一緒にしてる期間と老後も何倍も違うよ、ね、そうそう違うね、長生きするならね、そう20代でな、その、うん、始めたとしたらもう40そこそこでさ、子育て終わるわけやん、うん、ってなったらそっからまた40年あるわけやからね、ね、だから日常マイナスをいかに減らすかって、お互いがこう折り合って折り合って、そうそう、日常ストレスを減らすことが夫婦のミッションかなというふうに思うけどな、そこがもう取り返しつかへんとこまで行っちゃうと結局熟年離婚になるやんか、うん、ミッションとして、子育てを、うん、共にするっていう始めたから、ね、ミッションという感じで一緒にやって、うん、始めたから、あれ終わったら解散っていう、そうお疲れ様っていうね、う別にだから離婚ってネガティブじゃないやん、うん、すごいさ解散って言うから、いや結構な、多いね、その離婚ってしたい人に対して、うん、大丈夫とか、ごめんね、触れてみたいな、いや、今の現状がちょっと不満やから楽しい未来に行くために離婚するやん、ね、なんかまあドロドロで離婚っていう人じゃなければ、ね、うん、そうそうそう、でも基本的にはね、すごい嫌なところから早く解放されたいで離婚やから、俺はめっちゃポジティブなことやと思うわけ、うん、なんかまあ公表してる人はもう結構ポジティブなんじゃないかな、うん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 、もしかしたら、ね、いいと思うよな、うんうん、まあいろんな形がありますから、うんうん、ね、はい、その彼氏さんは大事にしてみてください、うん、はい、ということでよかったらですね、皆さん DM とか私開放しておりますので、うん、Twitter、Instagram の方、あとここのコメントとかでも、はい、悩み事とか質問とかトークテーマとか書いていただけたら話そうと思いますんで、よかったら書いてください、それでは見てください、また見てください、さよなら。ありがとう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。